ソルナ協会にあるアルムクビストの破壊し1823年に、アルムクビストによって描かれた女性アルムクビスト、カール・ユーナス・スルーベ・アルムクビスト・アルメクビスト、1793年11月28日から1866年9月26日は、スウェーデン、ストックホルム出身の著作家、詩人、作曲家、フェミニスト、リアリスト。 文学ロマン主義の最後を飾る作家で、著作は、小説、儀曲、女児誌、女上詩をはじめ、地理歴史、美学、哲学の論文や社会、政治の評論、数学や語学の教科書まで多岐にわたって出版した。1793年11月28日、スウェーデンのストックホルムに、軍人の父、カール・グスタフ・アルムクビストのもとに生まれる。1808年に、 ウップサラ大学で学び、1815年に PhD を習得して卒業する。その後はストックホルムで公務員を務めた。1822年にロマン主義的諸女作アモリーナ・表すが公務員の仕事が長く続かず、1823年に諦め、同年秋にアルムクビストの友人やフランスで活躍した哲学者、政治哲学者、作家、 作曲家であるジャン・ジャック・ルソーの思想に憧れて、ベルムランド地方で農民の生活を経験する。自身の名前まで、農民風に改めて百姓の娘と結婚し、二人の子供も持つが、二年ほどで農民の生活に挫折して、ストックホルムに戻り、作家生活に入った。なお1839年には、ルソーの自然に帰れというフレーズの影響を受けて、 自身の農民生活を振り返った田園文学作品、街道がある。1828年には、ストックホルムの実験的な小学校の教師、1829年から1841年まで、校長、1837年は、牧師として勤めたが、仕事を見つけることができず、1839年以降は、新聞、アフトンブラーデッドや雑誌、 ジョン・カッピングス・ブレデットの記者として働いた。1833年から1851年まで、幾度かにわたって、代表作である、全14巻からなる詩集、ノバラの章を表す。1851年6月に、証書の変造や、金利的問題で、夕飯ヤコブフォンシェフェンという老体を必訴で、毒殺しようとした容疑にかけられ、アメリカに亡命した。なお、 アメリカでの生活はほとんど不明で、翻訳家の田中道夫はスウェーデン文学史上で最も謎と述べている。また、晩年のアルムクビストの生涯が謎であるため、アルムクビストの生涯と作品を共有するアルムクビスト学会がある。その後、各地を放浪して、貧乏のままヨーロッパに戻るが、1866年9月26日、都のブレーメンで没した。 アルムクビストの初期の作品は1823年に表され、諸女作でもある、ロマン主義的な小説、アモリーナがあるが、1830年代より、ドイツの作家、作曲家、音楽評論家、画家、法律家の E.T.A. ホフマンやアメリカの小説家、詩人のエドガー・アランポーに影響されて、自然主義文学ないしリアリズム、社会批判関連の作品を表すようになった。 様々な分野をはじめ、数多くの著作がある中でもアルムクビストの主著とされる作品が1833年から1851年まで幾度かにわたって出版された全14巻からなる詩集、ノバラの書である。1834年、スウェーデン王グスタフ3世の時代を描いた小説、女王の宝石を表す。1839年に表され、 女性解放を先駆けて扱ったフェミニズム的短編小説、それで良いは、結婚とは自分自身の問題であるため教会や国家が介入する必要はないという主張が当時の人々を外観させた。また、1840年には旧幕時代の日本を舞台にして商業で成功を収めて不豪となった一人の武士を描いた物語、五点がある。作品は、 参考文献に日本語題があったもののみ記載する。他に、地理歴史、美学、哲学の論文や社会、政治の評論さらには、数学や語学の教科書などがある。亡命後の生活が詳細不明であるためベルムランド、地方で生まれた子供を記載した。日本語では、ヨナス、アルムクビストとも表記される。また、カール・ヨーナス・ルードビグ・アルムクビストとも、 アルムクビストと同時期に卒業した著名な人物で、同国出身の詩人で作家のペール・ダニエル・アマデウス・アッテルブ村がいる。アモリー・ナはその後に改訂し、1939年に出版。アメリカでもスウェーデンと掛け合わせて重婚したとされる。AB 日本語訳は女王の送信具ともされる。AB 日本語訳はこれも結構ともされる。ありがとうございます。